国民皆歯科検診についての見解をお聞かせください。僕的にはこれはもう本当に何て言うんでしょうかね、管理のシステムの一つだとちょっと思ってる部分があるから、別にこれによって歯医者が儲かるなんて全然思ってないですよ。これはただ国のお手伝いをする感じで、僕らには全然メリットはないんじゃないかなと思います。だけどやっぱり歯医者に来る機会が増えれば、上手な、ね、歯医者はそこでね、虫歯を見つけたりとか、虫歯を見つけるのか、治療っていう治療をね探して、あ、次回ここをやりましょうとかね、そういった形で引き込んでいくのかなというふうになりますから、まあそれはですね、そのかかった側、検診を受けた人がどういうふうにそういったものをですね、受け止めて解釈していくかっていうことになってくるとは思います。で、国民皆歯科保険に関しては、要はどのぐらいの人がそれに通うかどうかは分かりませんが、まあ、義務化するっていうぐらいなので、かなりの数が、もしそれが現実的にですね行われれば、かなりの数の人が歯科に行って検診を受ける形になると思うんですよ。そこでまあ生存確認じゃないけど、今マイナンバーカードがやっぱり進められてきてるじゃないですか。で、あれとも もちろん当然のように紐づくっていうのがあろうかと思いますし、なんとですね、来年の4月からですね、マイナンバーカードの顔認証の装置っていうのが全国の医療機関に義務化されました。なのでマイナンバーカードを持っていれば、歯医者の受付に行ったらそれをピッと置くとですね、保険証切れとかですね、あんた誰だとかっていうのは全部わかるようになるんですよ。来年の4月からもう義務化されましたので、すごい急ぎですよ。これだって去年の8月かそのぐらいかな、なんか義務化が決定していきなりもうね、急な話なんですよ。これって突然決まったみたいな感じだったから、相当急いでます。だからなんかそういったものが、土台が今できようとしているので、そこから国民皆歯検診みたいなね、形でやってるのかなと思います。で、僕ね、これ同じだなと思うのは、ペットのマイクロチップだと思うんですよ、これって。の前段階みたいなね。まあ、いろんなところでですね、まあ、管理されていくっていう感じになるんじゃないのかなと思うんですね。なんかね、歯の情報とかね、そういったところを国のデータベースの中に入れるんでしょうね、これね。全員の何かがあるんでしょう、これには。これからいろんな感じでちょっとこう分かってくるんじゃないかなというふうにはね思いますけどね。これ内科でしなかったのは、歯医者の方がハードルがやっぱり低くてみんな通いやすいし、すんなりね、やっぱりこう従うからだと思うんですよ、僕的にはね。しかも歯医者今暇だしみたいな、まあ、混んでる歯医者は混んでますよ、ね、まあこれも義務化とか言ってるから、国主導でね、もう避けられないんじゃないかなと思います。もしなった日にはですね、全然いい印象はもちろん多分皆さんと同じだと思いますが、ないですね。